甘いお話。今日は昔懐かし縁日のカルメ焼きのお話です。東京に春を告げる湯島の梅まつり。お参りや花見目当てのお客を楽しませているのが、晴れの日を演出する境内の屋台です。こちらは七味唐辛子、こちらは串もんじゃ、その向かいにありました、カルメ焼きです。美味しそう。ザラメと水、ほんの少し黒糖を加えた蜜を火にかけます。適度に水分が飛ぶまで煮詰めたところで重曹を加えて混ぜ、その膨らむ力を借りて仕上げます。簡単そうに見えますが、熟練の技が必要です。職人の鈴木さんも満足にできるようになるには3年かかったとか。懐かしいな。食べたい？え、いやいや、いいよいいよ。小さい頃散々食べたから。ご年配は幼い頃家で作った記憶がよみがえるようです。お店を手伝う看板娘の鈴木奈々ちゃん、カルメ焼き作りにも挑戦しています。重曹が多すぎやってみてとても面白いし、実験とか化学反応とかも好きなんで、できる人とか好きな人がいればいっぱいやっていってほしいです。裏側の歯ごたえもまた格別。